はい、おはようございます。ナビでございます。本日は、10月22日、水曜日、朝になります。あいにくの雨でですね、まあ、ちょっと視界も悪いというような状況ですけども、昨日ですね iOS8.1 入れましたね。はい。でね、今んとこ不具合はないっすね。不具合ないっつうかね。ただね、一つやってて気になったんですけど、iMovie なんですけどね、些細な話なんですけどね、すごくマニアックな話で、iMovie 使っておられてる方じゃないと、ね、はいはいはいってならないと思うんですけど、iMovie の再生と一時停止のボタンが使いづらくないですか？こうカメラロールじゃなくて、なんだ、タイムラインが流れますよね。タイムラインがあって、で、こう映像流れますよね。で、上の方にモニターがあってね。で、それ見ながらこう、カットするとことかこう再生停止再生停止とかって今までやってたんですけど、再生をして一時停止するとその素材のなんていうかな、最後のところにズルっていっちゃうんですよ。なんかだからカットするところはそのタイムライン上でピッと押して止めないとカットできない。で、再生は上の画面を押さないと再生できない。ちょっと言い方が難しいな、うまく説明できない。今まではその画面、そのね、今どういう映像が流れてるかっていうのが上に出てて、そこをタッチするだけでね、ピッピッってやるだけで再生とか停止とかっていうことが可能だったんですけど、停止については下の方のタイムラインのあたりをピッと押さないと止めらんないっていう、これがねちょっとやりづらいかなっていうね気がしました。それが不具合なのか、それとも仕様なのかっていうのもね、わかりませんけどね。まあちょっとそんな気がね、気がっていうか、まあそんなところが気づいた点ですかね。まああとは概ね問題ないと思いますし、バッテリーの消費がどうなんですかね。まあ、ちょっと食うんすかね。そんな気がしないでもないですけどね。前よりはなんか早いかな、なんて、感覚でね、そんな感じはありますけども、まあ、実際になんかこう数値化できるわけじゃないんで分かりませんけどもね。はい。まあとりあえずなんとか iOS8.1 にして、まあその iOS の8シリーズね、無事使えるようになったというようなところかと思います。はい。 JT のエナジードリンク買ってみました。ナチュラルセブンってやつね、バイルーツ飲んでみましょう。コーヒーエナジードリンクだね。でもコーヒーが強くないからコーヒー風味、なおさらなんかどうなんだこれは。これは効くかもしんないけど、コーヒー風味はいらねえんじゃねえかっていう、こりゃどうなんだ、微妙だな。ナチュラルセブン飲んでみましたけどね、これはちょっとすごい味だな。はい。コーヒーとね、ライムが入ってるんです。すごい味だった。口の中がまだシパシパしてますけどもね。まあこんな感じでまた今日もダラダラと話してしまいました。今日はね iOS8.1 乗っかりましたっていうのとね、このコーヒー風味のエナジードリンクナチュラルセブン、ご紹介しました。最後に今気づいたんですけど、これムービーのなんていうの、録画開始停止ボタンの音変わりましたね。
ポリンピコみたいになった。なんか前違ったよな、ポーンとか言ってたな、だったかな、なんか音変わった。